ALP スペシャルサポーターのゆずです。今回の動画ではビルとウェブを紹介していきたいと思います。皆さんフュージョンで使ったことありますか？ビブとウェブはですね、主に補強材として使われる機能になります。例えばプラスチックのケースとかがあるときに、この直角部分にこういう斜めにね補強材が入ってたりするんですけど、まあ、これをリブと呼んだり、まあ、ちょっとこう閉じられた空間の何かがあったときに、ここの中にね網の格子状のような補強材が入ってたりすると、それをウェブって言うんですけど、その機能を解説しながら、今日は花粉の季節ということでウェブ3ケースを作っていこうと思います。今回初めて解説するリブとウェブ、 3D プリントする時とかは結構使うので、ぜひ見てみてください。それではフュージョン360の画面へどうぞ。はい、それでは目薬を用意しました。こちらのケースを作っていきたいと思います。まずはケースの形をスケッチで撮っていきます。作成からスケッチを作成、スケッチを描いていきます。作成から線分、もう一度線分を取って描いていきます。まあ、この形は別に好きな形にしていただいても大丈夫です。続いて3点支点の円弧で取っていきます。そしたらミラーで反転させましょう。中心点が出てないので原点をクリックして中心線を取ります。 OK、 これでケースの大枠の形ができました。スケッチを終了させます。続いて作成から押し出し、両側の押し出しでケースの厚みを作っていきます。なんか両側押し出されないですね。はい、それぞれ8ミリずつぐらい押し出します。操作は新規ボディ OK。 はい、そうするとね、今この中にボディを見てみると目薬があって、外側にケースがあるという状態になっています。ケースの中身は空洞にする必要があるので、シェルという機能を使って全体の中身だけをくり抜いていきます。シェルを使う時に上面とかを押すと、このコップみたいな形になるのですが、全体をクリックすると中だけが抜けるようになります。はい、今中が抜けた状態です。ちょっと分かりづらいんですけど、断面をね見てみるとより分かりやすいかなと思います。このように今干渉してない状態になりました。はい、そしたらですね、ケースをまず切っていきましょう。ボディを分割をクリック、分割ツールでケースの真ん中から切っていきます。はい、ケースが切れました。ちょっと中開けてみましょう。移動で移動、上のケースをクリック、パカッとね開けていきます。はい、このようにケースが開きました。そしたらですね、一回目薬取り出しましょう。はい、今完全に開いてるこの状態ですね。ちょっと見づらいので色つけていきましょうか。はい、見やすくなりましたね。はい、そしたらですね、ここの中に Web という機構を作っていきます。どういうものかというとですね、はい、こういう製品見たことないでしょうか。目薬を置く形にこういうね、ウェブ状にプラスチックが仕切ってあって、ここがカチッとはまるような作りになってます。ケースとかでよくある構造ですね。強度を保って型を取りつつ、でもこのウェブ状になってるのでプラスチックの体積はそんな使わなくて、使用する材料を減らせるっていう感じの作りになってますね。
はい、このウェブを作っていきたいと思います。ウェブの作り方はですね、まずスケッチで、上からウェブにしたい数だけ線分を引いていきます。ちょっと1個線分を引いてあげて、そこから矩形状パターンでウェブの数を増やしていきます。こんぐらいですかね。 OK、 もうちょっと多くてもいいかも。ちょっとやり直してあげて、こんな感じにしましょうか。はい、続いて横です。こちらも矩形状パターンで取っていきます。まあこんなところでしょうか。そしたらですね、ウェブを作っていきます。作成からウェブをクリック、生成したいウェブの線を選択します。はい、そうすると見るとウェブができてますね。厚さの変更もここで数値を変えてすることができます。まあ、今回 0.5 にしましょうね。どんぐらい押し出すかっていうのも決めることができます。次にすると次のオブジェクトまで伸ばすことができます。はい、これウェブが完成しました。そしたら目薬を置いて、ボディを分割、先ほど作ったこのウェブのケースと目薬をクリック。はい、そうするとですね、一見切れてないように見えるんですけど、こっちか。はい、このように目薬の形に沿ってウェブが切れました。これで強度保ちつつ置けるところができましたね。下もちょっと残すことによって横方向の強度を増すことができてます。プラスチックケースではよくある形状ですね。続いてリブなんですけど、まあ、リブはね、結構直角の部分があるケースに向いてます。まあ、この場合だとここら辺に補強を入れる感じですね。ここら辺に入れてみましょうか。入れられるかな。まあ、ちょっとケースが閉まらなくなっちゃってはしまうんですけど、ちょっと補強の説明としてここにリブを入れてみます。線分、OK、そしたらリブ、はい、こんな感じでですね、リブを作ることができます。いうと、ここのケースのくぼんでるところはよく持つとこなので、まあ、破損とかがね起きやすいですよね。なのでこういうちょっとしたね、ちっちゃいんですけど、こういう斜めの形状とかリブを入れてあげると、まあ、強度が増してね、割れづらくなったりとかいうことが起こるわけです。もちろんリブの角度も、調節することもできます。まあ、ちょっとね急な角度にしたりとか、そういうのをスケッチ1個で調節することができる便利な機能になってます。補強材としてもよく使うこのウェブとリブ、ケースを作るときとか強度が必要なプラスチック成形などによく使われるので、ぜひね使ってみてください。最後レンダリングするとこんな感じになります。まあ、なんかを直すときのケースにすごくぴったりですね。
はい、ということでいかがだったでしょうか。あまり馴染みのない機能だったかもしれないんですけど、工業製品を生産するときだったりとか、あと 3D プリントするときだったりとか、結構リアルプロダクトを作るときには必須となる機能ですので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。このチャンネルではこのように 3D CAD や 3D プリント技術を使った解説をしているので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。このチャンネルでは学生の方にも毎月学生デザインコンテストというのを開催しているので、他の動画もご覧ください。それではまた来週。バイバーイ。